ゃあ行きますかね。はい、はいはい、じゃあ。クルーベイト。シェ。一人暮らしにあると便利なものを教えてください。ドラム式洗濯機、ドラム式洗濯機、ルーバー、ダンゴムシ、ダンゴムシ、セミ、セミ、セミ、おこ、おかしこ、便利ではないだろう、おこ、おかしこ、ゴキブリ食べてくれるクモ、ゴキブリ食べてくれるクモはマジ強い、ゴキブリ食べてくれるクモ、足高く、ネロメイ。2秒前に死んだのをバイタルで見てる。死んだ。メロちゃんは無理かな。ヌメケンにしろや。エレギにいました、ずっと私。メロちゃんとれが捨てちゃったので4秒、5秒ぐらい前だもんね。まあそうね。ゲンさん死人は今、武器キッチンあたりいる人は誰ですか？あ、いないならゲンさんかも。俺ちょっとよくわかんなかったけど、誰かとすれ違った武器、これ。俺が上、誰かが下。停電のちょい前ぐらいかな。うん、まあそれが出るんだったら麺屋さんにも僕は白打てる。俺今あのバイタルの扉の前ぐらいで突っ立ってんだよ。え、突っ立ってるんですか？うん、あ、まあすれ違ったのは見てるけど、もうあの勝ち助けた後そこら辺周辺に立つことなくて、ネロちゃんとすれ違った後に6番にずっといる。アーカイブシャワーカーにの扉開けたの誰ですか？アーカイブシャワー、アーカイブの左は閉まってて、アーカイブの下は開いてたんですけども。あ、僕だよ。竹尾さんか。はい、サボ前ね。サボ後はどっちに行きました？サボの顔の回収。うん。おお。私がシャワーからアーカイブ入ったんで、じゃあそのタイミング、あ、停電中か。一応停電中でしたね、その時は。メインシャワーから扉開けた？開けてるはず。うん、開いてるのも。で、どこ？僕は、なんだっけ、金庫からミーティング上がって、梅健さんが上でボタンを押してるの最後、ギリギリ見えて終わり。おで、かつね、あの、なんで梅健さんに白を打ったかっていうと、あのね、金庫から梅健さんが出てった後に、その後ずっとね、宿舎の下の扉が閉まってるんですよ。だから、で、その後僕が通過してミーティング登ってるから、無理。うん。まあ、バイタル的にも無理じゃない。これ工藤さん何秒前にすれ違ったって言ったっけ？停電なり始める直前ぐらいに武器庫あたりで確か誰かとすれ違った。あとカイブリさんどこ行ってる？俺はエレキから。俺無理だ。まあ、エレキか。エレキ組です。俺石油。あ、石油一人なんだったらなおさら無理だ。だから、うん、石油のハイブリさんどこ？石油の通路の方。扉開けたところ。うん、キッチン石油の通路ってこと？そう。それ石油って言わなくない？それ石油に見られてると思うんだけど、そもそもなんだけど。いや、いや、それさ、それ一番初めから石油キッチンカーの通路って言わない？初め石油って言ってんの？俺、うん、結構一番最初に言ったんだけど、それを聞こえてなかった？言ってたんだ。ごめん。じゃあ、うん、じゃあ聞き漏らし。じゃあ聞き漏らし。宿舎の扉見せ。これ夢。すいません、ちょっとあれですけど、ちょっとハイブリスさんを見た時間が
ハイブリさんとすれ違うぐるぐるをやるで高田さんと会うってぐらいの時間だから、まあだいぶ前なんで、うん、白は打てないです、うんね、うん、いやまあいや聞こえなかったらいいけど、俺最初の方に言ってた石油通っていたよって話をしてたつもりでいたんやけど、うん、まあいいや。あ、サントスタキオのラインさえ確保できればハイブリさんと駆動でいいんですけど、あのね、別にサントスさんが切ってないとは言ってないのよ。あ、そう、お互いに位置を確認しただけだから、うん、そう、あ、そうなんだ。そう、ただあでも、うん、あ、開けてそうだなとは思った、まあ、僕の、うん、え、ちょっと待って、ハイブリさんってぐるぐるタスク終わってセキュテープやらずに通路で終わりだよね。うん、セキュテープやってた、いや途中でやめて停電だったから直しに行こうと思って行ったってこと。途中でやめるんですか。ね、やめるよ。ちょっと遠くないと思ったけど。いや、俺がね、セキュテープを開始してちょっと回すまで行ってるんだよな。え、セキュテープやってたけど停電直んのがあれ直らへんかもって思ったら止めていくけど。まあ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 。セキュテープってだって続けられるやん、タスクで。うん。まあまあまあ、うん、そこは。それは好みだ。まあまあまあ好みの範疇、うん。僕もやったことはある。アップロードやったらやめへん。うん、の範疇何秒ぐらい回すとかになってますか。チェリフっている。チェリフです。おお。ああ、ああ、てか別に入れるとこ、俺から視点はそれこそアルマくんとかネロちゃんとか原始とか、まあ、左側で工藤くんが見てるのが正しければ無理やから普通に工藤ぶりでもいいと思ってるんだけど。鬼木シリフだったら工藤ぶりでいいと思うんだけど、うん、そのバイタル情報信じてくれるんだったら。そうなんだよね。そう、サントスさん30枚って言ったらサントスさんちょっと厳しそうだなと思いました。工藤ぶり行こうかな。決めましょうか、うん、キルス減らしたいし、うんうん、俺は昨日から入れちゃってました。私も昨日から入れちゃってました。まあいいや、第一印象から決めてました。何やろ、もうそこはだかとなくイラつきが。いや、ポジティブやろ、ポジティブ。今のアルマと工藤さんがいたってことだよね、上にね。いや、でも今ミーティングでめっちゃおもろかったの、上下に分かれてて僕が上で工藤さんが下で、で工藤さんが走り出したの左に下からで、やばい殺されるって思って右回りに逃げたら普通に直しに行ったわ工藤さん下で。え、待って、それだったら僕今はしごでちょうどすれ違って回避できたと思ってる。じゃあ最後僕いたよ。だったら僕を殺せばよくない。え、うん、逃げたってことじゃないの。え、違う違う、だから僕が右回りに逃げようとしたら、あの普通に左にあの直しに行った人だったっていう。ああ、そういうことね。そうそう、あ、そう、アルマさんがボタンを僕ははしごですれ違いましたから、そう、普通に安心して降りた。竹尾さんは最後会えてる、工藤さんと。ああ、まああったよ。その殺意があれば殺されてた可能性あった。まあでも普通にドラスするよ。うん、ドラスする。本当、うん、結構もうアルマ工藤が2人きりに行ってたら僕見えてたから。まあインポスターだったら殺されてただろうなとは思うけど、なんかあってマットしかないかなと思ったけど、うん、その位置で人を動いてるインポスターはあんまなさそうと思っちゃった。同意です。アントス、いや一応ね、うん、ああもうマットもないの、ね、落ちたね。サンピュー入れたのってトスネルと誰、あの釣り始める前から。え、サンピューだっけ。うん、サンピュー入ってた、ハイブリさんに。トスネル駆動じゃない、
工藤さん、まあわかんないけど、あ工藤さんは入れそうだな。メケン、よし、えってなんで3本ね、死人とかメモしておきたいのに。であるメイヤーは展望らへんで死んでます、多分キッチン展望武器コクピットあたりのどっか。手で直したのだったらね、ちょっと手で直したのは、あ、僕だったらちょっと死体冷えてそうなって思ったのが、昇降機右にドアを開けてから入って停電を直しに行ってるのに全く動いてなかったから、昇降機、停電が、一応貨物で俺も配電盤見てて、最後左から2番目。あ、そうなの、最後左から2番目、3つ下がってて、あ、左から2じゃなかった、右2つとあれ3つ下がってたよね。いや4つです、あれ4つか、右3つと一番左が下がってて、右3つを僕が上げてって、一番左を最後に上げた。あ、ごめんごめん、右2つとあれあれだと思ってる、左のやつ。あー、まあ右、あー、まあいいか、右からポンポンって上がったのは覚えてたから、左がどっちかわからん。で、あれむずそう、エレキ側から入って、エレキ側から入ったら僕は無理じゃない？うん、おお。梅木さんはエレキ側から来てますか？いや違う、俺そもそもが貨物脇。おお。竹尾さんと貨物脇。え、ずっと貨物？で、ね、いや貨物で診察のダウンロードやって、手にやって戻りに行ってる。まあ扉も開いてるから見てもらえばわかる。まあプッテある竹はそのシャワーで合っててタオルで。うん。だから上に行くプッテあるを僕が見てるからむずいんかなと思う。無限エレキ浮き、エレキ最後どこ、無限エレキ最後どこ、最後はえっ、ー、とね、12番のやや1番、どこ脇のエレキですか。いやー、どこだっけ、下ったからね、メインからは行ってる、下ったっ、まあ合わなくてもっていう感じかな、僕4番に。宿舎多分下だけ閉まってるっす、多分。金庫、はい、金庫行ったら閉まって、金庫とミーティング開けて、右開けてミーティング、でも余計車であるっすね、武器キッチン展望だな、多分エンジンは検事配線で扉部屋が開けて武器庫に入ってるはずだから、うん、プテタかメールエンジン開けでしたね。うん、左下のどっかで死んでると思う、変な行動しない限りは。でも停電も起きてたから、なんか周辺にいると思うんだよな、その辺、うん、直してないって、この辺り、赤さん、あとす、ご飯か。一生戦ってました。戦ってた。キッチンの弁当を開けたらペテさんが出てきて、でそれを僕が執行しようとしたら入って、また弁当で開けてみたいな感じでずーっと出してました。死体が笑ってたの。すげえいい笑顔で死んでんだろうな。なるほどな。
まあ、アーカイブの左右のドアがね閉まってたんですよ、あの鬼気にさっき言っとくと。だからまあ、うん、そうね。でもまあキルはできないからって思って放置してたけど、これでタスクほぼ勝ちかな。うん、勝ちです。あ、2分になった、2分になったから1000パー終わる。今コミサボ中かな。うん、あ、こうなるとメケンさん怪しいな。梅剣無理じゃない。だってシャワーに3人ぐらいいて、エレキにサントスさんいて、プテス、まあ、サントスさんマットだったらまだ分かる。いや、ちなみにシャワーに3人いたタイミングってもうタオルにいるから。だし、マットの盤面も内容今シェリフ切られたから。いや、違う違う。だからサントスさんがマットだったら、メケンがエレキ抜けはあるって言ってるけど、サントスさんがマット引っ張ってる。でも別にそこで抜けたらあるじゃん。で、展望で、あの、停電を確認してみたいなのあるんじゃない。あ、サントスさんがあれか、メインからエレキ降りたとか。あ、そうそう、メインからエレキ。どこは分かんないけど。うん。あ、でも、ちなみに怪しんでるあれは、あの、停電だけなんで。あ、ごめんごめん。え、エレキ石キッチンルートは誰も抜けられないよ、ちなみに。あ、俺が石だから。あの、行くルートは上側のみ、メイン側から、ね。まさか停電するとはね。よいしょ。思わず無言で開けちゃったもん。いや、一個もできんかった。ごめんごめん、ありがとうございます。ごめんごめん、ミーティングにね。いやいや、助かった。ミーティングです。まあ入れればよかったな。クルーメイト普通やな。普通やな。キッチン、インコキッチン。え、これどこですか。梅健さんです。って何。何が起きてんだこれ。意味わかんない場所にいたんだけど、メインのなんか右下にいたんだけど。これもインポーサーとクルメテオに。ああ、うん、そうですね。でも俺ハイデマは本当に見たんだけどね。ちゃんちゃん、ありがとう。じじい、あの見たけど、見たけど違いか。今記憶間違えた。まあ、ね、人殺しちゃったから。いや、殺しちゃったから。そうよ。今日汚した直後に暗記したらもう必死よ、こっちは。いや、うん、あ、名はどこでしょ。展望？あ、展望っすよ。ああ、その辺だ。うん。大丈夫。